クした、もう一度シュート、止めた、青い壁が止めました。もう一度クロス、ヘディング、決まった、岐阜が先制。試合を動かしたのは FC 岐阜、白いユニフォーム岐阜の波状攻撃、今治の壁を突き破りました。先ほどシュートが大きく右に慣れました。このボールを石田が上げて最後はヘディング、頭で叩き込みました、背番号17の田口裕也。